こんにちは、ボナールチャンネルの正です。ボナボナつい、はい、このついにって入り多様しすぎですついにしょうがないね、ついになんだからね。ついに、はい、いやこれはこの日今日超楽しみでしたね。えデルタグローブ完成しました。よっ早い、1個ずつオーダーした。そうだね、1ヶ月ぐらいだね。そうだね、2万ぐらいかな今回は。はい、まず僕のね、世界に1個しかない世界最強の、おお、これをつければ守備力が5上がるグローブを見せたいと思います。パワープロみたいなのが良くないからでですね、はい、僕じゃなくてマサンチに2個とも送って。そうだね、もうマサン見てるんですよ。俺は見てる。そう、俺はまだ見てる。おお、僕は見てない、はい、ガチでオーダーっていつぶりだろう。グラブワークス以来じゃない。ね、全然してないんだよ意外と。2年ぶりぐらい。いや超楽しみだわ。それでは僕のデルタグローブこちらです。ほい、うわかっこいい。やばい、こちらです。すごいよ。デレレレレレ口 BGM すごい。白赤日本、そう、結果日本グローブになってる。そうだね、はめますわ、うん、じゃあはめますよ。おっ、おお、良さそう。カチカチのカチですね。皮がしっかりしてるのか。しっかりしてる、そう言ってたもんね、うん、もうバチバチに見せていきましょう。ゆっくり何回でも見せていきますよ。ここが竜ですからね。竜、竜輪柄です。全部こっちまで、ここもつながって、はい。これもう汚れないように使うから。いやいや、もう無理だよ無理だけど、まあ主役の時とかね。そう、これテーマは、テーマは、はい、白ですよね。おと、まあ、好きな色、赤、うん、そう、これ、じゃあもうまず最初から話していきますと、はい、これ悩んだんすよ、死ぬほど。めっちゃ悩んだ、ね、めっちゃ悩んだ。まずじゃあテーマ白ね、はい、キャメルのグローブしようかと思った。最初は、うん、流行ってるから、うん、だから大井さんもキャメル作ってたし。そうだね、流行ってるし、うん、その流行りに乗っかっていいのかな。なるほど。ちょっと白系のグローブ欲しいな、うん、白系のグローブ、白、白にしよう。おっていうことで白になりました。で、ここはなんかちょっと差し色的なこの竜輪柄を入れたくて、うん、まあ色が何色か選べて赤と。で、まあ、ここはなんか思ったよりでかい範囲取っちゃってるけど白より赤でいいかなと思ったら全体的に赤くなりました白っていうより赤になりました、ね、はみ出しも赤だし、ね、はみ出しも赤だから赤感強い。これもですね、いろいろこだわりが詰まってるわけですよ。まあ、王大テーマはそうなんですけど、まあ、ちょっといろいろ喋っていきますとですね、まずこのグローブは僕が今までやってこなかったことをいろいろ入れてます。はい、まあ、あの大きいデルタのとこで言うと、ここのなんだっけ、デルタバック2とか、そう、ちょっとここが隠れてる感じのグローブは持ってないですから、こうあえてこうわざとこういうのも試してみようという感じでこれしました。で、これ逆閉じ、なんだっけ、逆閉じでしかもワイドヒンジね。そう、うん、ダブル横ワイドみたいな感じだったんだけど、うん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 、聞いたことねえな、うん、これね、なんか広いらしいのよ、確かに。ここに1本入ってる。そう、ここに1本入ってるの、1本入ってるの、ここに多くね。で、ここが大きく使えますと、うん、広くこう使える。ほうほう、まあ、ただでさえね、守備範囲が狭いねちょっとでもね。そう、まあ、ちっちゃいグローブを選んだけど、まあ、ちょっと広く使える、うん、結構僕、つかみ取りなんで、うん、まあ、テーマ、つかみ取りです。広く取って、グッ、いく。なるほど。で、あとなんだっけ、あ、そう、これは、これってか多分できないのかもしれない。そんなのあったっけ。うん、なんか、やめた方がいいですよって言われた記憶。あー、うんうんうん、なんかできない、もしかしてできないかもしれないのをちょっとゴリ押ししたんですけど、うんうんうん、この手の、この裏側の皮ですね、うん、ここだけ黒なんですよ、うん、ここ前回の説明にも多分あったと思うんですけど、裏紙レーザーなんですよ。おー、ここだけ裏紙、裏紙合わせた方がいいですよと言ってましたけど、裏紙レーザーちょっと無理言ってですね、はい、ここだけ裏紙レーザー、肌触りがやっぱ良かった。これね、触ってると表と裏でもう違うんよね。マジで違うな、本当に。あ、全然違う、なんかキメが細かいというか、ね、やっぱこの手に、まあ僕結局シミ手はするんですけど、うんうん、手に触れてるところはやっぱなんかいい皮がいいなっていう、まあ、素人っぽいあれですけど。なるほどね。いうところでちょっと無理ってここは裏紙レーザーにして。確かにそうだったね。そうでしょ。で、あ、まあ、あとここねちょっと目立たなくなっちゃってるけど、指当てもこのデルタの三角形ね、まあ、これはもうせっかくなんでということで、初めてですけど、てかここでしかできないのでね、指当て三角形で、このウェブがデルタクロスウェブ。おお、
これもせっかくなんで、そのここでしかできないウェブにしようということで、うん、デルタクロスウェブにしました。しかも竜鱗柄、竜鱗柄ですよ、ここに竜鱗柄。まあ、全体的に、まあ、そんな大きくはないですね。そうだね、オールラウンドよりは一回り小さいぐらいかな。全然セカンドとかセカンドショートぐらいで使えるようなサイズ感で、これ見えてないんですけど薬指リングついてるんですよ。へえ、オプションでつけれるんですけど、うん、薬指リングのグローブ使ったことないなと思って。ないね。でこれもつけて、今回のグローブはだから俺が今まで持ってなかったものを詰め込みました。なるほど。つまりこのグローブが良かった場合何が要素なのか全くわからないです。確かに全部新しい、全部新しい。どれなんだどれなんかっていうのは、でもとりあえずいろいろ試してみようと思って作りました。かっこいいねこれ。いいね。で、まあ、これもうめちゃめちゃしっかりしてます、うん、この前あのベーチャーさんでいただいたグローブとかは結構すぐ使えたんですけど、あそう、ね、これはこのままじゃもう多分一生使えないので、はい、早速片付けた、まあ、スチームかな多分、やってもらえますか、まあ、ちょっと相談しつつやってもらいに行きたいと思います、はい、それでは行きましょう、はい、ということでね、あの時はに来ましたということで、これをですねちょっとスチームしちゃおうと思ったんですけど、白は色が映ると、うんうん、で湯もみも色が映るということで、もう地道に何この結構長く預けて、うん、パン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 やってもらうことにしました。ということでこれ10日間ぐらい特許の方に展示されるらしいです。展示はされないということで預けて、はい、やってもらうということになったんで、ちょっとしばしお別れすることになりました、はい、それとじゃあちょっとお願いします、はい、新井さんいないらしいんで、はい、別のスタッフの方にお願いします。お願いします。でここで終わるのもちょっとなんだなと思いましたので、じゃ今日はですね、僕ちょっといろいろケア用品調べてきましたので、うん、買いたいと思います。爆買いしたいと思います。そんなに、あそこの棚のやつ全部いや言ったな、まあ買いませんが、はい、ちょっと買いに行きたいんで、その続きをねこうやっていこうと思います、はい、では行きましょう。今日はですねもうこんだけ持ってきました。10万円、10,000円です。そんな言い方しねえよ。今日ね、ちょっとほんといろいろ買おうと思ってて、はい、まあいろいろ調べたんですけど、まず一つ目これですね。ああ、俺もね、高校時代使ってたよ。あ、そうっすか、うん、畠山のワックスですね。オイルね。これは何が、これなんか僕が見た動画でね、うん、あもう今日得た情報全部動画なんですけど、うんうんうん、結構補給面に塗ってる、まあ全部に塗ってる人もいるんですけど、補給面に塗って使ってるって人がいまして、うん、ちょっとねペタペタするって言ってました。あグリップ力が増す、グリップ力があるいいねいいね。だから軟式ボールってさ公式よりやっぱ弾きが、うんうん弾くね、回転もすごいするし、うんうんうん、こうグッと押さえると言ってたんで、はい、まあもう今回はもう全部お試しなんで、マジで10,000円分買おうと思って。いいね。それちなみにいくら？これ1,320円。うん。これ1個買います。はい。ね、このさ、俺さ、そう、俺これしか知らなくて、これがなんか横になって見て、これいいじゃんと思って。浸透性を高める黒土を配合したオイル。うん？黒土？白グローブに絶対使えない。っていうことでこれを買って。なるほど。次。はい。こちら。ラナパーです。よく聞くやつ。これラナパーはグローブ用品じゃない。あ、そうなんだ。これはなんか革のこのドイツ製って書いてあるんだよね、うん、革の専門のケア用品。あーじゃあ別にバッグとかでもいいんだ。そうこれ多分俺何人か開封動画見たんだけど、多分特産の開封動画だったかな、うん、なんかなんだっけな、シャネル、シャネルじゃねえや、なんだっけのカバンには適してませんみたいな注意書きが入ってる。へえ。でここに置いてるけど、本当だ、だって待って、一番上見して、革製品の簡単音で。そうで、これあの見るとグローブの具の字も出てこないから、注意書きとか。本当だ。そう、旅行カバンとか書いてあるんじゃん。そう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 。でも本当にこれは革製品用なの。へえ。だから俺財布とかにも使うから。あ、そうだね、いいじゃん。革の財布使ってるから。でこれはなんかこのなんだっけな、ちょっと最近見すぎて混ざっちゃったけど馴染みがいいんだっけな、サラサラしてたから、まあちょっと覚えてないんですけど、まあとりあえずこれは結構いろんな人が最近おすすめしているということで、これは買わないといけない、はい、ただこれのネックは値段です、高いんですよ。2200円です。倍ぐらいか。倍ぐらい、2個ぐらいかな。まあでも10000円持ってるんだから。10000円持ってるんだね。そしてはい、徳屋さん激推し、こちら。おお、走行手いいね。1650円。だこれオールインワンクリーナーの方買おうかなと思って、うんうんうん、これはね結構いろんなとこ見るとこれ1個でもう全部できます。汚れ落とし、捕獲、うん、全部できますって言ってる人は結構多いです。へえ。なんで本当はだからこれ1個でも
まあそうだね、いいんですよ本当に。なんだっけな、誰かのランキングで、うん、もう本当になんかこういうの全部ありますけどもうこれ1個でいいですって言ってました。そう、本当にで匂いがすごいいいですよ。いいんだよね。そう、うん、でこ匂い的な意味でもちょっと欲しいかなと、うんうん、ちょっとこれは外側目に塗ってね、なるほど、やっていこうかなと思いますので、1650円です、はい、すげえな、こんな買ってんのは確かになかなかいないな。いや、そうでしょ。ね、まだ欲しいのがあるんですよ。ただ、ない気がする。これ、うん、すっきりクロス。よく見る。これ、うん、簡単にその場で汚れ落としできると。これ、しかも結構落ちる。そうなんだ。いろんな人の動画見たら、うん、結構落ちる。特にシビザルジュン君愛用です。安いのがいいじゃん。209円。これ何枚入り？これが10枚入り。おー、これ買います。そんな野球やる？とりあえずこい、はい、ちなみに見た感じ俺が買おうと思ったのはこの中だとこれぐらいかな。他に買おうと思ったのがだからその豚毛と馬毛のブラシ、ワッペのガツオチクリーナー、はい、もう買おうと思った。おー、もっとザナックスのジェルのオイル、それ最近買いました僕。やめてください。いやいいだろ。を買おうかなと。ほう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 。これまあ残りはまあアマゾンかなんか買いますけど、はい、っていうのをちょっと買おうと思って。買うね。ちょっとね最近グローブの手入れがマジできてなくて、うんうん、反省の意味を込めてますこれ。なるほど。このような戒めはね、こんぐらい買ったらやるだろう。なるほど。退路を立っていくスタイルでね。いいですね。とりあえずこの俺らのですね、まあ使用の感じとかは、うん、まあ1年後ぐらいにまた動画出そうかなと思いますので楽しみに待ってください、はい、はい、ということでまあもう全部言ったんですけど、グローブができましたよと、はい、で気合用品を買いましたよという動画でしたね。いやー多分本当だから10日ぐらいかけて帰ってくる、うん、そしたらまたノックとか、そうだね、まあ、その時にまたケア用品のあれもちょっとよくな他のグローブ使ってとか、はい、いう感じでした、はい、ということで、まあ、デルタ気になった方はね概要欄に詳細貼っておくので、はい、ぜひチェックしてみてください。その他も何でやってほしいことはコメントお願いします。はい、本日も動画最後までよろしくお願いしました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、フォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。僕は高校生、中学生の時からこれを死ぬほど愛用してました。水のプロのオイル、うんうんうん、これいいですよ。ただ今回はお試しなので、はい、これもスルーします。